マコナコです。キングダムラッシュの1作目続きやっていきましょう。多分 2,4,6,7 話目となってます。難易度はベテラン。また新たなもの。これ銃か、かっこいいね。マスケッター、いやー、これはなんだろうな、シンプルだけどすごく面白いマップが多いんでね、この1作目。ここ最終ラインでがっつり守るか、それとも早めに倒すか。がっつり倒そう。魔法弓、魔法で前また一つここら辺やって、ここを弓魔法、ここも兵舎でいいんでね。 こうやって、あーでもここ兵舎ないか、こんないい場所。ちょっと失敗したな。この真ん中と変えるべきだけど、まあちょっと変えましょう。あんまりこのリスタートやりたくないけど、今作1作目に関してはここでのやり直しでもポイントが減ってしまうのでやらざるを得ない。こんな感じで魔法、弓、ボムをどっちにするか。ここもボム、ボム、魔法と思ったけどポイントがない。多分この左側からも来ると思うんだよね。ここマンモスいるね。で羊もなぜかいる。あとは前の方はもう全部ダメージ与える系でいいと思う。ここもとっとと弓置いときましょうか。少しでもいいんで早めにダメージを与えていく。まあのんびりと序盤は見ていきましょう。うん、あっさりと抜かれてるね。この英雄は体力とかがあまり高いわけではないから、差しでやると結構厳しい。で今左上トンネル通って、多分左側かな、来るとしたらどっから来る、まあ、すごいゆっくり来てると思うんで、あ違うわ、右上だ。ならば大丈夫でしょう。硬い敵もいるから魔法も置いておきましょう。多分だけどレベル上がると能力上がってるんだろうと思うんだけどね。でこの通路の上側行くと反対側にも攻撃届いたりするんで、その辺りも狙って戦っていきましょう。もう次が来てしまってる。どこ優先的に鍛えるかだよね。もうほぼほぼこれで形は整ったと見ていいでしょう。あと一旦弓作ってからでもいいけど、全部の場所に物をね作る必要はないから、本来であれば。うん、やっぱ左下か。左下となるとでもなんとか防げるとは思う。これを持ってくればいいのか。そうすると通路越しに攻撃が可能。ここ弓作って、もう形は作ったので、あとはどこを先に鍛えるか。最終拠点考えるとここの2つかな。ここら辺で倒す。うん、コウモリ系ここら辺は問題なく倒せるでしょう。このコウモリは攻撃やってこないと思うので、自らも前に行って積極的に戦っていく。次は地上の敵がたくさんやってくる。もういいかな、呼んでも。さてウルフはどっかから出てくるけど、うん、まあ分かれてきてるから分散されてるんで、そこまで辛くはならないでしょう。
せないということはないと思いたい。大丈夫。次弓をレベルアップ。新たな敵が来てるね。トロール。すごい高いダメージを与えてくる。またリジェネレーションだから多分体力回復する能力あるのかな。あとは移動速度は標準的アベレージ。うん、来てるね。英雄が暇してる。最後の拠点の兵士はレベル上げた方がいいかもしれないけど、うん、どうするか。また弓の方優先。時間はかかってるけど問題なく倒せてる。うん、さて1体だけでも優先して。次は魔法。最初に魔法を育てきった方が良いかも。一発が大きくなるんで、最後の備えとして。余裕があればね、英雄ちょこちょこ動かして対応もできるんで。いや楽だなこのキャラ。これでレベルアップの概念もあれば面白かったんだけどね。育てがいがあるというか、なんていうか。あれだな、2つあるな、弓もまた。アップグレードの内容が増えて、左がマスケットを最初に見た。これは攻撃速度が遅いだけれども、多分射程と攻撃力が高い。一方、もう1つが、射撃が速いか。ちょっとマスケット使ってみましょう。どんな感じになるか。あっと、これ新しいのが来てる。白いのは魔法に対する耐性がある。回避も可能。近接攻撃を。また移動スピードが速い。遅かったか。ちょっとバカやったな今のは。打つタイミングが明らかにおかしい。銃撃ってるの。あー、まあ撃ってるね。そこまでごっそり一気に削れてるという印象はないけれども。そして抜かれそうだぞ。下は強い魔法を覚えた方がいいような気がする。270まで待ちましょう。またレベル上がって、レベルが7まで上がってる。今16分の9なので、まだまだ中盤といったところか。魔法を上げましょう。そしてマスケットは、これはロングレンジショットを 20% の射程が伸びるってことかな。あ、多分即死系の攻撃が可能だと思うけれども、違うな、射程が伸びるじゃないな。射撃で 20% の確率で、なんか即死系だと思うけど、インスタントリー、インスタントリーキリング、もしくは大ダメージ。面白そうだね。でもう一個は、もう一個はなんだ、50から200のダメージ、ブラストダメージ、まあ範囲攻撃みたいな感じのものがありそう。興味あるけど余裕があるか、それを作れる。
これ後ろから遠距離射撃狙いましょう。大ダメージ与える方、こっちが狙ってもらいたいな。うん、倒せてるね、いつの間にか。もう一個ブラストダメージ、範囲ダメージの方、様子を見ていきたい。300になれば選べる。で、左側の方もなんかパーセンテージが上がってるんで、発動する確率が上がるんでしょう。またブラストダメージもさらにアップグレードすると大ダメージになる。どうなんだろうな、ちょっとブラストダメージの効果よく見えてないけど、あ、今のなんか大砲だな、大砲を放ったかのように見えた。使っておきましょう、右側。英雄が狙われてしまっている。いや、1作目面白いな、出てくるこのユニットが。当然2作目とかも同じような感じで楽しめてはいたけど、さらに輪をかけて2作目3作目もね、楽しかったけれども、1作目のこのユニットもまた魅力的。どうするか、次は前の方でダメージ与えるように持っていくか。英雄にぶつからないように。どうするか、後ろから削っていきましょう、遠距離系。さて後ろの方大丈夫か、ここら辺でいいか。わあ、どっちに使うか迷ったけど、今ので良かったか。後ろの方が良かったような気もするけどね、まあ、それでも倒せているんで。あ、ドワーフ系、あ、そっかそっか、これ以上鍛えられないのか。手前側アップグレードやっていきましょう。兵士は今までそこまで鍛えてなかったけど、で弊社の方をさらに上げるとナイト、バラックナイト、そんなのを選べるようになる。うん、後ろ側は問題ない。早く上げたいね。230たまれば。たまった、ナイト今出てきた。これは3つほどあるね、ヒーリングライト、多分回復が可能だと思う。もう一個はシールド、多分これは何だろうな、まあ、何かの防御関連だと思うんだけどよく分からない。ホーリーストライク、これもなんか攻撃系だと思う。まあ、もちろんね、上げないと使えないけれども、後ろも鍛えておきましょう。後ろ優先、あとは攻撃力上げる方向に進んでいけば。後ろさらに上げないとダメか。16分の14、危なげなく勝てている。次上げるとしたらどこだろう。ここら辺の魔法上げといてもいいけど、うん、余裕だな。ナイトも完全に守れてるからね、この場所。魔法上げましょうか。自らも上に。ボーナスタイムみたいになってるね。
だからこういう時にドワーフばかり立ててたり兵舎ばかり立ててると対応できなくなるんでね。なので立てるバランス、ちょっとこれ敵の数多いんじゃないか。抜かれてるように見えるのは気のせいか。これは結構攻撃スピードが遅いものが多いから、まあ、倒しきれないことはないと思うけど、下がりましょう。自らは最後隕石使うという選択肢もあるんで問題ないといえばないけれども、なんとか全部耐えてくれよ。隕石使うまでもなく倒しきれた。危ない危ない。2体3体か、3体ほど別角度からやってくるならナイトにやっていきましょう。そかそかばらけるかなら大丈夫か。早めに問題なく後ろ側、この左側から来る散発的な戦いは問題なく勝っている。ダメージこれ上げる方向、強い。ここら辺はこの魔法と指のマスケットで今だと10になってるけど、ここら辺で軒並み耐えきれている。あとこのナイト、回復は特段いらないんだよね。そこまで大ダメージ受けてるわけではない。多分この右側が攻撃系だと思う。ここだけ上げておきましょう。おっと待ったら終わってしまったね。いやー簡単だね。さすが難易度ベテラン、簡単にクリアができてしまう。で今先にアップグレードこのようになってます。次はダブルダメージか、そこかな。もし行くとしたらこれでもアップグレードコストとかが減るというものもあるので、ドワーフ系の攻撃のそこを狙ってもいいし、でまあでも弓マスケット面白かったんでこっち側行きましょう。また新しいヒーロー、2体一斉に、これもなんか遠距離系だね。だから次回はここ行ってみましょうか。なるほどなるほど、これレベルの概念がないことによっていつでも気軽にキャラクター切り替えられるね。2作目3作目はレベルの概念があるので育てないとある程度使えないっていうのがあったけど、まあ育てながら遊ぶ楽しみもあったけど、今作に関して、まあ1作目に関しては気軽にね能力のレベル上げという概念ないからこういうのを使っていくことが可能となっている。というわけで今回はこれで終えて、また次回やってきます。ではでは。